ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。うおお。リンダリンダチャンネルにようこそ。今回は、特撮美少女ヒロインの歩み、1975年から現代まで、40名、宇宙刑事シリーズ、仮面ライダーシリーズ、恐竜シリーズほか、悪のヒロインなどなどを解説したいと思います。あえて今回は、昭和から現代までの美少女ヒロインを、駆け足で解説していくぜ。思ってるヒロインがいなくても、許してくれなんだぜ。作品の内容は、別動画にて確認してくださいね。知らない人も楽しんで。知ってる人は改めて、どっぷりと、特撮美少女ヒロインを満喫してほしいんだぜ。ぜひ高評価&チャンネル登録もお願いします。今回も、ゆっくりしていってねー。特撮美少女ヒロインの歩み。1960年代の特撮番組の黎明期においては、番組に花を添え、主人公たちを陰から支えるような存在であった特撮ヒロインが、徐々にアイドル的存在、番組に不可欠な重要な存在となっていき、視聴率に大きな影響を与えるような存在になっていくわ。そして、特撮テレビドラマはすでに知名度があるアイドル、グラビアタレントやモデルが、女優デビューする機会にもなっていったぜ。現在の特撮ヒロインは、より多彩で多面的な役割を担ってきていくわ。特撮ヒロインの歩み、歴史をざっくりとおさらいしてみるぜ。1975年から1979年の特撮美少女ヒロインたち。1973年と1977年の2度のオイルショックによって特撮番組は苦戦する。アクマイザー3。1975年、渚潤、演じ、早田、美雪。この時期の特撮ドラマを紹介しますと、1975年、正義のシンボルコンドールマン、冒険ロックバット、仮面ライダーストロンガー、秘密戦隊ゴレンジャー、アクマイザー3、少年探偵団 BD7。 1976年、宇宙鉄人兄弟、ザ・カゲスター、忍者キャプター、超人ビビューン、恐竜探検隊ボーンフリー、バトルホーク、プロレスの星アステカイザー、円盤戦争版キッド。1977年、解決ズバット、大鉄人ワンセブン、ジャッカー電撃隊、小さなスーパーマンガンバロン、ロボット110番、冒険ファミリー、ここは惑星ゼロ番地、恐竜大戦争アイゼンボーグ。1978年、スターウルフ、恐竜戦隊コセイドン、宇宙からのメッセージ銀河大戦、 UFO 大戦争戦いレッドタイガー、東映版スパイダーマン。1979年、科学冒険隊、ダンサー5、バトルフィーバー J、 仮面ライダースカイライダー。1972年、73年をピークに、特撮番組の制作数は大幅に減っていくぜ。1973年と77年のオイルショックによる不況が主因となっているわ。忍者キャプター、1976年、マナニンキャプター3、桜小路マリア、演じ、松葉優子。解決ズバット、1977年、アスカ緑、演じ、大城信子。宇宙刑事シリーズ、メタルヒーローシリーズの特撮美少女ヒロインたち、新しい特撮ヒロイン像の模索。宇宙刑事ギャバン、1982年、ミミー、演じ、加納脇子。アダルトな雰囲気が漂う大人のヒロインとして注目されるぜ。和服が似合う新進の女優として注目され始めた時期だったわ。今で言えば、加納脇子さんはとても癒し系な大人の魅力でいっぱいだったぜ。宇宙刑事シャリバン、1983年、ビリー、演じ、古谷由美子。ベルヘレン、演じ、矢島ゆき。矢島さんは JAC の期待の大新人だったのですが、スーパー戦隊シリーズ超電子バイオマンの小泉美香初代イエロー4役で出演していましたが、1984年1月頃 JAC を退会し、同番組も降板。その後、表舞台からも姿を消したわ。すごく綺麗で本格的なアクションができる女優はなかなかいない。とても逸材だったのですが、どうされたんでしょう。宇宙刑事シャイダー、1984年、アニー、演じ、森永直美。80年代を代表する特撮ヒロイン。とても可愛らしく本格的なアクションができ、超ミニでのアクション、超パンチラショット、とても大人気だったわ。80年代を代表する特撮ヒロインですね。巨獣特捜ジャスピオン、1985年、アンニ、演じ、塚田清美。ジャスピオンのパートナーとして偉人が作った女性型アンドロイド。当時としてはとても綺麗なお姉様的な存在だったぜ。時空戦士スピルバン、1986年、
ダイアナレリ、ダイアナ、エンジ、住川誠。80年代の前半は、松田聖子をはじめとするアイドル黄金期。アイドルの出演する歌番組やバラエティ番組やドラマなどや、機動戦士ガンダムなどのアニメなどとの競争も厳しかったのでは。1980年代後半から90年代の毒殺美少女ヒロインたち。現役アイドルグラビアモデルの出演が増えるぜ。2000年以降は、その傾向が加速。超獣戦隊ライブマン、1988年。ブルードルフィン、三崎めぐみ、エンジ、森めぐみ。現役アイドルだった森めぐみが、ヒロインを演じたわ。美少女仮面ポワトリン、1990年。村上優子、ポワトリン、エンジ、花島優子。お茶の間の人気番組になったぜ。ポワトリンのコスチュームは、月隙魔女先生のアンドロ仮面をプロトデザインとし、フランスの俳優アラン・ドロンの名作、解決ゾロを意識して作られたわ。ポワトリンに変身する時の呪文。コスモマジック。メタムルフォーゼ。ポワトリン登場時の。愛ある限り戦いましょう。イヌシ。燃え尽きるまで。美少女仮面。ポワトリン。たとえ、丸が許しても、この美少女仮面ポワトリンが許しません。〇〇には、世界の偉人や有名人、物などが入るぜ。退場時の。ごきげんよう。という決めセリフもブレイクし、平均視聴率 15% を出す、人気番組となったわ。地球戦隊ファイブマン、1990年。ソーラ役、水野美紀、当時16歳。水野美紀さんが、16歳の時に、スーパー戦隊シリーズ、地球戦隊ファイブマンに出演していたぜ。恐竜戦隊10レンジャー、1992年。メイ、プテラレンジャー、エンジ、千葉玲子。千葉玲子さんは、この後、ブレイクしたわ。超力戦隊オーレンジャー、1995年。オーピンク、丸尾桃、エンジ、佐藤珠緒。人造人間破壊だ、1995年、カオル、エンジ、宝生舞。この作品に出演後の1998年、フジテレビの連続ドラマ、ショムニにレギュラー出演。全国的知名度となるぜ。ウルトラマンダイナ、1997年、緑川、舞、エンジ、山田マリア。スターウォーズ、2000年、アンドロイドのルカ役、ベッキー。現在は、一時期大変だった状況から復帰しつつあるベッキーさんですが、16歳頃に特撮ヒロインを演じていたわ。忍風戦隊ハリケンジャー、2002年、野々ななみ、ハリケンブルー、声、エンジ、長沢直。特撮実写版テレビドラマ、美少女戦士セーラームーン、2003年10月。日野レイ、セーラーマーズ、役、北川景子。女優としてのデビュー作。この作品が北川景子さんの女優デビュー作です。10代少女向けファッション雑誌のセブンティーンの、専属モデルから女優へのステップアップだったわ。魔法戦隊マジレンジャー、2005年。ナイ、エンジ、ホランチアキ。ひょっとして、これはホランチアキさんの黒歴史なのか。渋谷フィフティーン、2005年1月10日、ま、エンジ、荒垣結衣、当時17歳。この特撮テレビドラマが、ガッキーのドラマデビュー作です。バーチャル世界渋谷を舞台に繰り広げられる、アクションドラマ。ストリート系 SFX アクションドラマ。内容はやや難解なストーリーだぜ。ウルトラマンマックス、2005年7月から2006年4月、中部日本放送。アンドロイドのエリー、エンジ、満島ひかり。満島ひかりさんも売れるまでは苦労をされたみたいよ。ウルトラマンマックスはテレビドラマのデビュー作です。子役で映画もスラ2海底の大決戦1997年にも出演しているぜ。ゴーゴー戦隊冒険者、2006年。西堀さくら、冒険ピンク、声、エンジ、末永遥か。ゴーゴー戦隊冒険者、2006年。風の静か、エンジ、山崎まなみ。エンジン戦隊ゴーオンジャー、2008年。ストーミツ、ゴーオンシルバー、声、エンジ、杉本由美。エンジン戦隊ゴーオンジャー、2008年。うろやまさき、ゴーオンイエロー、声、エンジ、愛沢里奈。愛沢里奈さんは、当時のトップグラビアアイドルです。グラビアに出まくっていたわ。仮面ライダーディケイド、2009年。光夏美、U、K、R 夏美、エンジ、森カンナ。現在、人気ファッションモデル、女優の森カンナさんのデビュー作になるぜ。仮面ライダーフォーゼ、2011年。風代美優、エンジ、坂田理香子。人気のファッションモデルよ。
キャンキャン専属モデルとして活躍している坂田理香子さんも、特撮ヒロインだったわ。1980年代半ば以降、アイドル黄金期が過ぎ、グラビアアイドルモデルなどアイドルも多様化してきた時代、またバブル前バブル崩壊後というタイミングも迎えるかとき、既存のアイドルやグラビアタレントが女優デビューの機会として、出演が増えていく中、平成仮面ライダーシリーズなどは、イケメン俳優の登竜門のような存在に育っていったわ。追い抜け担当の悪のヒロイン。1990年代半ば以降、大人の視聴者を満足させてくれる、お色気担当の悪のヒロイン。AV 女優出身、も続々登場。激走戦隊カーレンジャー、1996年。美女ゾンネット、ワニティミラー、ファンベルト、エンジ、七瀬リカ。レンジ戦隊メガレンジャー、1997年。シボレナ、エンジ、ジョーアサミ。意図的にでしょうが、丸々つがよく見えるスカートデザインになってるわ。胸の部分のデザインも胸が見えやすいデザインになってる。現在ではもうできなさそうよね。エンジン戦隊ボーオンジャ2008年。外水大臣ケガレシア、エンジ、及川奈緒。主人公だけがかっこよく目立つというドラマではなく、脇役も含めて出演者全員が個性的な味を出す、出演者のチームワークで番組の視聴率が取るような傾向が見えてきた時期。お色気番組が現在ほど厳しく規制、自己規制されていなかったため、大人向けの要素を高める狙いで、アダルトな雰囲気を醸し出す、ヒロインを使う選択肢も出てきていたわ。公式女性仮面ライダー。仮面ライダーシリーズ初の公式女性仮面ライダー。仮面ライダーファム、桐島美穂、演じ、加藤夏希、2002年。劇場版仮面ライダー勇気、エピソードファイナル2002年。テレビスペシャル、仮面ライダー勇気スペシャル、13ライダーズに登場。女性も仮面ライダーに変身する時代が到来したわ。男女同権、女性も仮面ライダーとして大活躍していく時代になったのよ。仮面ライダーシリーズ初の公式女性仮面ライダー、仮面ライダーファム、加藤夏希さんから女性のライダー時代が始まるぜ。2000年以降はスーパー戦隊シリーズと平成仮面ライダーシリーズ、平成ウルトラマンシリーズが特撮番組の中心になっていくわ。特撮ヒロインの低年齢化が進んだ、またヒロイン女性の多様化が進み、子供から大人まで多様な視聴者層のニーズに対応していけるフォーメーションが模索され続けているぜ。おそらくセーラームーンなど戦闘系魔法少女の成功などの影響で、戦う変身ヒロイン化が進んだわ。撮影技術や放送のデジタル化もその傾向を推し進める追い風となっているのではないでしょうか。平成ライダーシリーズ。平成ライダーシリーズではヒロインが仮面ライダーに変身するケースも多いぜ。女子中学生も仮面ライダーに変身する時代が到来するわ。仮面ライダーファイズに登場する仮面ライダーデルタ、木村沙耶、演じ、斉藤舞。仮面ライダーファイズ2003年に登場する仮面ライダーデルタの正当な装着者は当初は木村沙耶になる予定だったが、木村沙耶役の斉藤舞さんがまだ中学生で学業優先とスケジュール上ボツになったぜ。仮面ライダーデルタのデザインに女性っぽさが残ってるのは、女性ライダーが想定されていた名残と思われるわ。強さ的には鞘のデルタは非常に強かったぜ。北崎さんのデルタには劣るのでしょうが。仮面ライダーデルタ、アベリナ、演じ、笠井理恵。アベリナ、演じ笠井理恵も仮面ライダーデルタに変身するわ。仮面ライダーファイズ、2003年。仮面ライダー、仮面ライダーダブル&ディケイドムービー対戦2010、2010年。仮面ライダー、キバーラ、光夏美、演じ、森カンナ。仮面ライダー、仮面ライダーフォーゼ&オーズムービー対戦メガマックス、2011年。仮面ライダーなでしこ、三崎なでしこ、演じ、マノエリナ。ソウルガスバル星高校に通う三崎なでしこの姿をコピーした姿、高いところを気に入っているほか、食べ物を噛まずに吸い込んだり、自身の一部を別のものに作り変えたりできるぜ。本来ソウルには知能がなく、周囲の言動を模倣するのみだったが、源太郎との交流で感情を得るまでに急速進化したわ。カンナギに捕らえられ肉体を失うも、最終的に石を持った高エネルギー体となって宇宙に帰っていったぜ。劇場版仮面ライダーウィザードインマジックランド、2013年。仮面ライダー明治ダイモン凛子、演じ、高山優子。変身ベルトと明治ウィザードリングを使用し、出現した魔法陣を潜ることで変身する仮面ライダー。魔法使いの国の住人が変身者で、俊平やリンコ、ドーナツ屋の店員たちも変身するぜ。仮面ライダーウィザード、2012年に登場する仮面ライダー明治、稲森真由、演じ、
中山絵里奈。仮面ライダーガイム。2013年。港陽子、仮面ライダーマリカ、演じ津久井南。美人秘書ライダー、龍馬直属の秘書、彼のボディーガードも務めているわ。仮面ライダーガイム。2013年。のラスボス的な存在。仮面ライダージャグ、演じ安藤ほのか、当時15歳。ジュニアアイドルライダー。15歳の女子ライダーの登場。コウガネという悪党に乗っ取られているぜ。コウガネが沢飯の少女を乗っ取って変身するアーマードライダー。読みはジェム。劇中で名称は登場しなかった。モチーフは和の鎧、兜は外務などと一部類似しているが、蛇の形の面が付属しているわ。初代仮面ライダー1971年のラスボス、ゲルショッカー狩猟と比べると大きな違いを感じるぜ。現代でこれを流すのは問題だわ。子供が泣き出して苦情の電話が鳴り止まないでしょうね。どうもお疲れ様でした。お、帰ってきたね。最後まで見ていただきありがとうなんだぜ。楽しんでいただけましたか？今回は前回に引き続き、特撮美少女ヒロインの歩み、1975年から現代までを解説しましたが、いかがでしたか？昭和についてはある程度知ってた人も、最近の特撮事情もなんとなくはわかりましたでしょうか？まだまだ他作品にもたくさんのヒロインがいらっしゃるので、他に推しのヒロインとかいたら教えてくれなんだぜ。何か気づいたことなどありましたらコメントしてくださいね。よかったら高評価&チャンネル登録もお願いします。次回来た時もゆっくりしていってねー。